皆さんこんにちはタイガー・リリー役をやらせていただきますリナですあの最初「ピーター・パン出るよ」とマネージャーさんに聞いた時にまさかタイガー・リリー役をやらせていただけるとは思ってもいなくて本当にびっくりしました子どもの頃もタイガー・リリー役が大好きで家でピーター・パンごっこをする時もいつもタイガー・リリーの役をやって本当に遊んでいました で上京してからミュージカル「ピーター・パン」を見てずっとタイガー・リリーと役に憧れていたんですけどあの絶対に自分には縁のない役だと思って誰にもその思いを打ち明けずに心の奥底にしまっていたことだったので本当に聞いた時には驚きと喜びで胸がいいっぱいになりましたもう楽しみにしていることはたくさんあるんですけれどもまずこんなにたくさんあの子供が。 見に来る舞台というのに出たことがないので、まず。お子さんがたくさんいる客席を前にパフォーマンスすることが。とても、あの、楽しみです。あとは、あの、今までずっと客席で見ていたフライングを。あの、間近で見れることが、今一番の楽しみです。歴史あるミュージカルに出させていただく。ことにおいて。あの、責任感をちゃんと持って。あの、私はダンスが。 あの苦手意識が強いのでダンスをとにかく頑張りあと盾も頑張ってあの皆さんにかっこいいってちゃんと思ってもらえるような自分なりのタイガー・リリーを作り上げたいと思っています。え頑張りますので皆ささん見に来てください